チェイン、実況プレイやっていきましょう。えー、前回のパートから続けて収録しています。えー、前回のパートではこのドリームエーテルっていう作品をプレイしたんですが、何やら天の声が、うん、自分に対して引き止めようとしている。自分のなすことすべてを引き止めようとしているみたいな、そんな感じの描写がありましたけど、えー、今回はその次のこのボールアウトという作品をやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょうか。とりあえず、前回のドリームエーテルで 体は取り戻したっていうことなのかなそれともこれからなのかな <laughs> ちょっと画面がすごいことになってる。大丈夫あ、ちょっと画面がちっちゃく起動されるパターンのやつか。それとも僕のモニターの、重央比のせいかな目を開けてください。なんか真ん中に、あ、あなたの新しい体ですと。はあ、ははあ、準備はできましたと。 体はとりあえず前回のドリームエーテルで取り戻せたっていうことでいいんでしょうかこの感じは。えー、動くことができません。あなたは動けませんと、うん。でも、セル、細胞、細胞は助けを求めていると。うん、えー、っと、なん、なんたらソウル、なんたらソウル。<laughs> えっと、再生のプロセス。再生のプロセスが今始まると。 とりあえず、お、フェーズ1開始。フェーズ1。何フェーズかあるってことか。ロード中だ。まあ、とりあえず体は取り戻せたけど、細胞が体を動かすことができないから、なんかソウルみたいな。んムーブ e せる。b r i n g the soul to the next. 魂を運べと。んあ、野獣式か。あー、なるほど。 この丸いやつがセル。角細胞っていうよりは角っていう方がニュアンス的には近いのかなあなたの角みたいな。なんかボール転がしみたいな。カービーボールみたいな <laughs>。カービーボールではないか。そんな感じですけど、なんかすげえ感性が働くな <laughs>。操作ちょっと難しいかも。めちゃくちゃ感性が働く。まあ、とりあえずこれがソウルかな。 これがソウルかなこっち行って大丈夫落ちちゃう <laughs> 落ちないように、あ、はいはい、またこっからか。落ちないようにあの青いソウルを運べっていうことか。うん。どこに運べばいいんだあの青い柱みたいな、円柱みたいなやつかな円筒みたいな。これに運べばいいってことこれでいいのあ、いいっぽい。 で、これ、フェーズ2。それとも、フェーズ1の、フェーズ1のに。わかんねえ <laughs>。かんねえ <laughs>。何個かステージがあるってことか。とりあえず、まあ、やることはわかったので。な本当にカービーボールじゃないけど <laughs>、そんな感じの雰囲気ありますね。うん。地面のテクスチャー、しかり <laughs>。ちょっと感性がすげえ働く。うん。 同じことを繰り返していってますけど。ものすごく重たいボールみたいな。そんな感じですね、体感的に。これでいいのか。で、次は。なんか難しそうだな。細いな、急に。でもこの手のゲームっていうのは、ちょっといつか実況、落ちる <laughs> いつか実況しようと思って、もうずっと <laughs> おったらかしになってる。 ボーランスっていうパズルゲームがあるんですけどパズルゲームというか本当にこんな感じのゲームがあるんですけどうんあれと似てるなっていう感じはありますね雰囲気というか落ちたこれ超むずくないか画面もちっちゃいしドットも荒いし感性もすごいしこれ結構苦戦するかもしれないな ちょっと待って。ちょっと待って。これすげえ慎重にいかないと、本当にこれ難しい。やってみてほしい、絵で、超むずい。めちゃくちゃ繊細。すげえ重たいし、ボールが。そ,うそのボー別のゲームの話になってしまって、あれなんですけど、ボーランスっていうゲームは、同じように球を転がして、で、こういう細い、ね、道を、 転がしてみたいな <laughs>。超集中してる。危ねえ、落ちる、落ちる、落ちる。感性がずっと働いてる。重い感性が。ほら、今キー離してるんですけど、ずっと転がり続けてる。そのまま行っちゃうと落ちちゃう。ちょっとこれ、あれだな。掴むまで、慣れるまで結構、しんどいかもしれない。これ、落ちそう、落ちそう。<laughs> 距離感もあんまりよくわからない。奥行きの。ほら、落ちる落ちる落ちる声が大きくなっちゃう。超むずい、これ。ちょっと、マジで実況しながら、喋りながらやると、できないかも。はい。OK? お。次は道広いな。 ただ油断してると落ちちゃうみたいな。ここまで進んで落ちたら、どうなるんだステージの最初から。さっき一回落ちたか。<laughs> ステージの最初からか。一瞬ね、一番最初からやり直しみたいになったらもう、ちょっとこの、ボールアウトはパス、パスしまーすみたいな。<laughs> そういうことを言い出しかねないぐらいの。ちょっと待って、歓声がすごい。歓声というか、 勢いがめっちゃついちゃ、ついちゃってた。これむずいよ <laughs>。絵面地味かもしれないですけど <laughs>。うん。すげえ難しい。もうちょっとこう、簡単な、簡単なやつでもお願いしたかった。あ、違う、何してんだ <laughs>。何も運ばず、ちょっと待って、これ、いけるかなんかもう本当にイライラ棒みたいな。 そん、ぶねあぶねあぶね,あぶねイライラ棒みたいな。そんなね、神経が衰弱する、あぶねこれ、実況をしにくいというか、満足にできないし、喋ってると落ちちゃいかねないんで。だしこれもうすげえ遠いじゃん。<laughs> 奥行き的に。めっちゃ遠いから、 今その道の真ん中にちゃんと入れてない <laughs> もう <laughs>、むずいよこれ <laughs>。急に難易度ガン上がったな <laughs>。落ちる <laughs>。もう <laughs>、ちょっと待って今回、あと何ステージぐらいのこれ最後にしてほしい。もうさすがに超むずいから、これ <laughs>。なんかもう本当にイライラ棒みたいなね。 あんまりやってると、マジでイライラがこう募ってきそうな、そんな感じですね。ちょっと集中していこう、集中して。ちゃんとね、ちょっと横着して、キーを押しっぱにしたりとかすると、もう道から外れて落下みたいな感じになっちゃう。ただね、もうここまで来ると、何回も言ってますけど、マジで、 道のどこにボールが乗っかってんのかがわかんないんですよねちゃんと真ん中に真ん中を転がせれてるかどうかっていうのもちょっとわかりにくいけどまあ今は大丈夫っぽいな大丈夫っぽいなさて感性がついた <laughs> そう完成にも注意しながらね重たいですからボールが逆に軽すぎても難しいのかなやっぱこういうのって うん。マリオカートで言うと、クッパより重いくらいある <laughs>。クッパ一番、ああ,あ,あもうもったいないくそよし。よしよしよし。ちょっと今度は落とさないように。あもうくそよしよしよし。よしよしよし。ちょっともう呼吸すらできない。<laughs> 集中しすぎて <laughs>。 息すらできない。いけるか。手汗がすごいのがもう、感触でわかる。い <laughs> ったいったいったいった。いったいった。ここで落ちるなよ。ここで落ちるなよ。よし。まだあるもうないよ。まだあるか。あ？でもなんか様子が違う。手汗が <laughs>。手汗がになる手汗が。あれあれあれ道がない。手前か。 手前もない。ん落ちて大丈夫かな落ちていいのかなん ?I'm sorry, んあついに歩くことができるようになりましたと。終わったー、もう、つ。 6つこれ <laughs>。マジでね、伝わらないと思うんですけど <laughs>。マジでめちゃくちゃ難しかった。特に一番最後のやつ。操作性がやっぱり、うん、癖強いというか、やっぱこういう、なんかアクションゲームじゃないですけど、この手のやつって重たいキャラクターっていうの使いづらいじゃないですか。もう何の話してんの <laughs> 何の話してんのよ。 重たいキャラクターとか重たい武器とかそういうのって使いづらいじゃないですかもう難しかったなとにかく <laughs> くそしんど収録時間はそんなに経ってないですけど超しんどめちゃくちゃ神経すり減ったこれ <laughs> まあとりあえずストーリー的には体取り戻しましたで歩けるようになりましたみたいなこと書いてたんでうんまあ体は取り戻せたっていうことなのかな体取り戻してで 取り戻したはいいけど体は動かなかったと。え、体動かなかったけど歩けるようにはなったと。っていうことか。<laughs> もう、頭も回ってない <laughs>。もういい。ちょっと今日は <laughs>、休憩を挟みたい、一旦 <laughs>。とりあえず、えー、今回のパートはこの辺で終わりまして、次回はこれを、ちゃ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 、これ。これをやっていきたいと思います。なんかこれディスクの半面にタイトルが書いてないな。 うん、まあ次回はこれをやっていきたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。